抜け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる Yo.
うわぁ、おいしそう。無事に解決だね。お腹空いてきたかも。おいガキ、そろそろ飯にするぞ。でも、なんとか勝てそう。どうじゃ？お母さんにはいつも心配かご飯ちゃん、気分転換はできただか？気分転換はできただか？よし、じゃあしっかり勉強して。うん、早く帰ってこない。フリーザとの戦いからおよそ1年半余りの時が、孫悟空は未だ地球には戻しかし
その平穏地球に近づく。みんな集まってた。クリリンさん、気づいてますか？フリーザと、もう一つのフリーザによく似た大きな木に。ああ、そりゃな、気づかないわけないだろう。こんなにでかい。大変なことになったな。フリーザなのか？ああ、そうらしい。貴様ら、喋ってる前にさっさと戦闘力を消せ、マヌケめ。奴らはスカウターを持っているんだ。あのナメック星人はとっくにそうしている。さすがだピッコロ。来たぞ。あっちに降りた。間違いないフリーザだ。やっぱりフリーザの他に。いいか貴様ら、飛ぶんじゃないぞ。スカウターで探られんように。あろ、お前たち。冗談じゃない。近づいていってどうしようってんだ。だったらどうする。ここで腐ってるか。好きにしろ。どうしようもないのはみんな知ってるんだ。はっきり言ってやろうか。これで地球は終わりだ。どうしてこんなこと。カカロットの野郎、なぜとどめをさせなかった。またヤツと戦うことになるとはな。どうしてあのフリーザが生き延びてたんだ。とにかく近づくぞ。歩いてな。近づけば近づくほど空気が重くなってきやがる。そろそろ奴らの宇宙船だ。準備はいいな。はい。地球か。悪くない星だ。その孫悟空とかいうスーパーサイヤ人がここに戻るまで計算ではあと3時間待つのか、フリーザ。もちろんだよ、パパ。だけど、あいつが来た時、悔しがらせてやりたいから地球人を皆殺しにしてやるんだ。地球人などはどうでもいいが、スーパーサイヤ人だけは必ず息の根を止めねばならん。どんな手段を使ってもだ。何か用でもあるのか、地球人。お前たちを殺しに来た。
フリーザ一刀両断、未来から来た謎の少年。殺しに来たって？僕たちを？片付けろ。はっ。ほほう、なかなかやるじゃないか。初めから全力でかかってくるんだな。僕は孫悟空さんのように甘くはない。孫悟空、なるほど、貴様もあいつの仲間か。会ったことはない、知っているだけだ。やれやれ、貴様が部下を殺してしまったおかげでこのフリーザ自らが働かなきゃならないよ。誤算だったな。なーに、貴様や地球のゴミどもを大掃除するくらい僕ならあっという間にやってみせるさ。そうじゃない、僕が言ったお前の誤算とは、スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない、ここにもいたということだ。はあ、くたばれ。くたばるのはそっちだ。逃げたか。そんな姿にまでなりはけて、よくおめおめと地球まで来られたもんだ。わざわざ殺されるために。お前たち一瞬で僕に殺される、分かっているんだ。まずい。おきゃきゃ、二つとも消えた。一体何が起こってんだ。行ってみるしかあるまい。
の人ですよね。気を抜くなよ。何やってくるかわからないからな。これから孫悟空さんを出迎えに行きます。一緒に行きます。なんでこのすぐ近くですから。僕にどうする。僕は言ってやるか、奴の正体を。悪い人には見えないけど。どうして。実は僕も話で聞いたことが。ねえ、なんで孫君が戻ってくる時間が分かってるわけ。それはすみません。フリーザを倒した時、あなたはスーパー。すみません、なぜなれるのかは言えません。名前は。それもちょっと。それも言えないの。年は17です。年齢は言えるんだ。すみません、年齢以外はちょっと。ふーん、まあいいわ。地球を救ってくれたことには。孫悟空さんが到着するまであと3時間近。そろそろ到着するはずです。ことが分かったんだ。この子がここに帰ってくるって教えてくれたの。誰だ。この子知らないって。おお、全然知らない。それにしてもフリーザたち倒したの。フリーザたちもそいつがやったんだ。スーパーサイヤ人になってあっという間に。スーパーサイヤ人に。孫さん、実はお話があります。オラと。そりゃあ。なんだよ、俺たちには内緒ってわけか。悪いな、みんなちょっと、ま、とにかくあいつんとこ行かねえとな。話聞かせてもらおうかな。
孫さんは自分の意志でスーパーサイヤ人になることができますか？うん、最初はダメだったが、今ここでなっていただけませんか？わかった。これでいいのか？で、じゃあ僕もスーパーサイヤ人に。僕と戦ってください。本気でいきます。わかった。僕もフリーザーを圧倒できたのですが、おめえが本気じゃねえかさ。さすがです、悟空さん。おめえもやるじゃねえか。これならフリーザを倒せるわけだ。本当はあなたがフリーザを倒すはずだったんです。はずだったってな。どういうことだ。あなたが地球にもっと早く帰ってきていれば。ですが無理だったようですね。そうでもねえさ。瞬間移動ってやつを教えてもらったからな。瞬間無意味に歴史を変えてしまったかもしれない。歴史を変えた？さすがです。噂は本当でした。いや、それ以上です。あなたにはこれからお話しすることは全てあなたの心の中にしまっておいて。分かった。安心して喋ってくれ。ほら、この時代のあなたたちには信じられないかもしれませんが、僕は約20年後の未来から。未来から？名前はトランクス。あそこにいるベジータさんの息子です。ベジータの？似てる。そういや似てるや。今から2年半後に僕は生まれるんです。でもそんな話をしに来たわけじゃありません。ぜひあなたに知っておいてほしい重大なことが。ああ今のこの時代から3年後、5月12日午前10時ごろ、南の都の南西9キロ地点にある島に凄まじいパワーを持った恐ろしい2人組が現。何者だ？宇宙人なんか？いえ、この地球で生み出された人造人間というやつ。作り上げたのは元レッドリボン軍のマッドサイエンティスト。レッドリボン軍？そうです。軍そのものはあなた。オラがガキの頃にな、あん時一番悪いやつも倒したからてっきり。それが残念なことにドクターゲロは生き残り。何のためだ？例によってよくは分かりませんが、少なくともドクターゲロの狙いはそうだった。しかし究極の殺人マシンとして作られた2人の人造人間は、つまりただ殺戮と破壊だけを楽しみとする人造人間と相手は2人。1対1でも僕は逃げるのがやっとでした。待てよ、おめえの。いません。20年後に戦士は僕、3年後の戦いであそこにいる父もクリリンさんもピッコロさんも他の皆さんも、かろうじて逃げ延びたゴハンさんも、僕に戦いを教えてくれた後、4年前にあなたも知っておられるようにピッコロさんが死んでドラゴンボールもなくなってしまい、
誰も生き返ることができなくなってしまう。年月をかけ楽しみながら命を奪っていく人造人間のせいで未来が強すぎる。強すぎるんですよ奴らは。待てよ、オラ、オラも。あなたは戦ってない。今から間もなくウイルス。え、めったな。先祖も病気には効く。そう、死んじまんか。戦えないのが残念なんですか。そりゃ怖えけんだよ、すげえ強え奴らなんだろ。やってみて。なるほど、あなたはやはり本物のサイヤ人の戦士だ。症状が現れたらこれを飲んでください。約20年後には特効薬があるんです。この薬であなたは死なずに。本当か、やった。本当はこういうことはまずいんです。歴史を変えてしまうことになって、母さんもあなたなら必ず何とかしてくださると信じて、やっとタイムマシン。 おめえの母ちゃん、オラのこと。はい、よく。そういや、さっきタイムマシン作ったって言って、オラの知ってるやつ、まさかその。はい、あそこにいる。どしゃー、ブーン。今のが一番驚いた。あいつ よりによってあのベジータと。あのこのことは特に絶対に内緒にして下手をすると僕は存在そのまま。おでは僕はそろそろ元の時代に帰ります。早く母さんを安心させ。また会えか。タイムマシンの往復分のエネルギーを得るにはかなりの時間が必要なんですが、もし生きていられたら必ず応援に来ます。生きろよ。いい目標ができた。こっちもそのつもり。困ったな。みんなにはどうやって言ったら。おい悟空、あいつ飛んでったみたいだけど。自分の家。あいつ結局何も。いや、おい、今はそれよりも話すべき重大なことがあるんじゃないか。貴様が話しにくいのなら俺か。俺の聴覚は貴様らと出来が違うんだ。心配するな。奴の存在を消すような余計なことだけは言わん。ろくな修行もせずに殺されたんじゃたまらんからな。俺たちも殺される。告げられた衝撃の未来、人造人間を迎え撃て。ピッコロはトランクスのことだけはうまく謎のままに、さすがに誰もがショックの色を隠せなかったよう、3年後に現れるという歴史に逆らい、その殺人マシンとの戦いに。人造人間か。まさかレッドリボン軍の名前を今にな。しかし奴が未来から来て。オラも驚いたけど、でもあいつは。カカロット、教えろ。貴様ナメック星でどうやって生き残った。そうだ、俺たちずっと心配し。オラもあん時ダメかと思ったんだけど、最後の最後で運よ。そうか、義乳特戦隊、やつらの乗ってきた船だ。そいつ乗って脱出したら勝手にヤードラットっちゅう星についちまった。義乳たちはヤードラットを攻めていた。そこに着くようインプットされていたんだ。なるほど、その妙な服はヤードラット人のものか。仲良くなってさ、もらったんだ。オラのはボロボロだったし。貴様のことだ。ヤードラットに行ってただ帰っては来るまい。奴らは力はないが不思議な術を使う。そいつを習ってやがったな。へへ、あったりー。
時間がなくて教えてもらった技一つだけだけど、瞬間移動っちゅうやつができるようになったぞ。瞬間移動？つっても移動するには場所じゃなくて人の気を感じ取る必要があるんだ。つまり知ったやつのいねえ場所とか。そこがちょっと欠点かな。いやあんた今やもう何でもありね。よし、ではみんな3年後に現地で集合しよう。3年後のいつどこへ行けばいいんだ。3年後の5月12日午前10時頃、南の都の南西9キロ地点にある島。1時間前午前9時にでもその島に着けばよかろう。言っておくが、自信のない奴は来るな。足手まといになるようなものにいられちゃかなわんからな。カカロット、スーパーサイヤ人になったからっていい気になるな。この俺はそのうちサイヤ人ナンバーワンは俺だ。じゃ、3年後の本当に自信のあるもんだけでかま、よし、オラたちも行くとすっか。そうだピッコロ、オラとご飯と一緒に修行しねえか。ふん、いいだろう、望むところだ。やった、ピッコロさんと一緒に修行できる。そんじゃみんな3年後にまた会おうな。おう。ねえお父さん、一度うちに帰るでしょ。そうだな、父に顔見しとかなきゃいけねえだろ。ピッコロ、まずオランチ寄っていいか。構わんが、あまり時間をかけるなよ。帰ってきてくれて嬉しいよ、ごく。オラもクリリンが生きっけ。 ありがとうな、本当にお前のおかげだよ。クリリン、おめもオラたちと修行。いや、俺は無天老師様と自分のペースで修行するよ。クリリン、おめも。いや、俺は無天老師様と自分の。俺も戦う。その人造人間を相手にどこまで戦えるか、自分の可能性を。僕は天さんの修行を助ける。いや、ねえねえ、人造人間を作ったドクターゲロってのを今のうちにやっつけちゃうってのは。わ、悪い、正直言って。ほら、それに今まだ。あんたね、わかったわよ、好きにしたらいいでしょ。しょうがない。わかったわよ、好きにしたらいい。カロットの修行か、ワクワクしてきたぞ。これは手加減せんぞ。ピッコロさんは厳しいですよ。あ、楽しみだ。
く。うん、